はい、どうも皆さんこんにちは、今回の動画は、まあ、またまたリクエストをいただいていた本の紹介動画になります。私のおすすめの本をジャンルに分けて紹介していきたいと思います。で、撮ったんですけど、まあ、半分ぐらいは撮ったんですよ。でも半分ぐらい撮った状態でもうすでに40分ぐらいあるので、どれぐらいの量になるかはまあそもそも分かっておりません。めちゃくちゃ長くなる予定ですので覚悟して見てください。で、今ねちょうど多分割といいところぐらいまで撮ったんですけど、ビジネスとか経済系の本から歴史系、語学系、レシピ、漫画、雑誌、洋書とかを紹介したかな。あと小説ですねを紹介していきたいと思います。全体の本棚の感じはこんな感じです。よいしょ、こんな感じかな。はい、他にこれの7倍ぐらいでかい廊下いっぱいの本棚があるんですけど、それにもう私の本も入ってるので、まあ一部ですね。結構自分で持ってきたいなって思う小説とか本とかは持ってきました。なんで結構厳選されたやつばっかりですね、ここに入ってるのは。あと漫画は重いので結構置いてきちゃったのが多いですね。やっぱ幅を取るので置いてきちゃったのが多いかなと思います。2回に分けて撮ってます。でだから本がね1回目撮った時よりも増えちゃって、ちょっと違う感じになってるんですけど、こんな感じですね。ここはビジネス系を入れてるかな。この2段目なんですけど、歴史系の本が置いてあるんですけど、どっちから紹介しようかな。ビジネスからいこうか。ゼロから作るビジネスモデル、これ早稲田大学の教授かな、そう、商学部の、教授の方が作ったビジネスモデルのための構築方法とか、まあ、全てのステップが書いてあるんですけど、まあ、すんごい分厚いのよ。これまだ読んでないんですよね。最近買ったやつなのでまだ読んでないんですけど、結構ありとあらゆるケースがね、フレームワークとかもちゃんと書いてある感じかな、パッと見なので、ちょっと読むの楽しみなんですけど、最近買った本の一つです。日経キーワード、これは毎年出てるやつなんですけど、日経新聞がこの年のキーワードを別にいろいろ掘り下げて書いてるものになります。これ2020年版で、お風呂で読んでたんでめちゃくちゃヨレヨレ、一回落としてヨレヨレになっちゃったんだけど、世界情勢のキーワードとかその他もろもろが書いてるので、私はすごい好きでしたね。こんなの潰しになると思います。就職とかにもいいって書いてあるので、就職する方はこういうの読んでみてもいいですね。なんか結構ジェネラルに話せるかな、こういうキーワードが頭に入ってるとって思います。お金の大学、これ前も紹介したんですけど、 YouTube とかでも有名な、両和とリブ大学長っていう、なんかお金系のね YouTube 出してる方なんですけど、その人が書いた本で全部空なんですけど、1400円って結構割安な値段で売ってる本です。お金をさらに貯めていくにはどうしたらいいのかとか、そういう内容を書いてくれてます。コーポレートファイナンス、戦略と実践の人が書いたやつですね。神戸大学の研究の人も書いてるという、資金調達とかの本も出してる方なんですけど、 LBO、すごいね内容量が多いので、めちゃくちゃバイブル的な流れで、こちらの方詳しくは読んでないので、コーポレートファイナンス気になる方はおすすめの本ですね。アフターデジタル、これは最近買った本なので、オンラインになった最近のビジネスについての本ですね。オンラインビジネスやろうと思ってるので買ってみたんです。行動データ、決済のプラットフォーマーとか、オンラインに入れるべきものが書いてある、中国での今現在の、デジタル事情とかも書いてある本ですね。結構有名っていうか、いろんな人が買ってた本なので、ちょっと寄ってみたくて買いました。 2C っていうと、また最近の本っちゃ最近の本なんで、2日前ぐらいに買って、今もうあと1章残ってるぐらいなので、もうほぼ読み切りましたっていう状態ですね。これすごい面白かったですね。 2C っていうのはダイレクトというコンシューマーの略なんですけど、今の時代オンラインブランドがねすごいいっぱい出てきてると思うんですけど、そのアメリカにフォーカスしたアメリカの D2C のブランドを掘り下げて、研究してるというか詳しく書いてくれてる本になります。どういう戦略で売ってきてるのかっていうのを、まあ、書かれた本になってますね。すごい面白かったです。私は裏側を知れて、私はすごい面白い本でした。これおすすめです。スタートアップ、優れた起業家は何を考え行動したか、これはね私のお父さんがおすすめしてきてですね、まあ、起業したんだったらこれ読みなみたいな、最近これがいいらしいよっていうので送ってきてくれた本なんですけど、結構本屋さんでもバンってドカンと置いてあるような本ですね。で、まあ、読んでみたんですけど、アプリとかそういうデジタル系 の、 起業した人とかメインで書かれてるので、まあ、コスメ系のあんまりのはなかったんですが、創業メンバーとか起業するっていうのはどういうことなのか、事業計画とかチームとか、本当にそういうのに掘り下げて書かれた本です。だからこの起業家さんはこういう
手段を取ったっていうのが掘り下げて書かれてるので、まあ面白い本ではありました。ただすいません、また、服装が変わりまして夜になったのでこのまま説明したいと思います。で次これです。化粧品業界動向とからくりがよくわかる本。化粧品業界に就職する人とかに向けて図解を入れて、あのそのどういう業界になっているかとか歴史をこれ理解して書いてくれてる本なんですけど、まあ、資生堂の歴史が結構深く書かれてたりとか、どういう売り上げになってるのかを年々情報をちゃんとアップデートして書いてくれてる本になります。の最新バージョンですね。最低限必要な情報は入れとかなくちゃいけないのでちょっと買っております。こちらこれもね化粧品の話なんですけど、高食品業界のためのダイレクトマーケティング成功と失敗の法則ということで、こちらはね化粧品業界にフォーカスを当てて、マーケティングとか会社向けとして買ったんですけども、本当に読みやすくてですね、4時間ぐらいかな、あのメモしながら読んだ本になります。化粧品業界に興味ある方とか化粧品のマーケティングしてる方をおすすめかな。世界倒産図鑑ということで、これもね面白いですよね。倒産した会社がなんで倒産したのかっていうのを、一つ一つケースをね掘り下げて書いてくれてる本なんですけども、25事例書いてくれてて、まあやっぱり失敗から学ぶっていうことはね大事だと私も思いますので、面白いでしょこういうの。こういうの好きなんですよね。たらー、財務会計の重要論点、これ大学で使ったやつなんですけど、数字系がね苦手なので見方とかそういうのではなく、これ読み込んだっていうわけではないんですけど、ちょこちょこその授業で出てくるところをやったので、まだ、あの問題点とかを書いてくれたりしてる掘り下げた本ですね。世界一楽しい決算書の読み方、今年出たやつなんですけど、今年の3月ぐらいだったかな。決算書だからさっきと同じで、あの会計をするときに財務諸表、あの読み方が分かんないがどう回ってるか分かんないので最適に読まなくちゃいけないんですけど、まあ経営学でベーシックの知識として入れなくちゃいけないことなんですけど、それがすっごい分かりやすく、その経営学とか専攻してない人にも分かりやすく書かれた本です。こういう見方をするんだよっていうことが分かりやすく書かれてるので、本当に何だろう、会計系をやりたい方の一番最初の方に読む本かな。1日2日とかで終わ、なんか読み終わるんじゃないかなっていう量です。結構さささっと読めましたね。これもファイナンスの本ですね。ハーバードビジネススクールファイナンス講座 How Finance Works っていう、これは先ほど紹介した決算書の読み方だったと思うんですけど、それよりも難しい感じで、もうちょっとアメリカの企業について掘り下げて、例として出してくれて、練習問題とかもちゃんとしっかりあるテキストブックみたいな感じです。ちょっとレベルアップしたバージョンになります。2020年の新しいと思います。またハーバードの人なのよこれも。また私ハーバード好きね。アンソニー会計学、これもね大学で使ったかな。これはどっちかっていうとルールブックみたいな、あの練習帳みたいな感じですね。著者がハーバードだかな、ハーバードの教授、はい、日本語に訳してるので、英語もどっちもいい感じにやっていけるものになってます。会計学本当に本当に、いや満級入門経済学、はい、これも大学のやつで使ったかな。経済学の入門編なので割とすごい詳しく簡単に書かれてる教科書ですね。ですねの人が書いた本を訳してくれてるんですけど、入門とミクロとマクロの3部に分かれて構成されておりまして、すごい分かりやすく書いてくれてるので、本当に入門なので経済学やってる人には簡単に書かれてるなっていう感じがすると思います。私はまた計算が嫌いなのでね、こういう計算式を見るとすごいイラってきますね。経済用語図鑑、これはそのさっきのまあ経済学とかで分からなくなっちゃった用語とか、なんだこの用語はっていう時に経済的な用語だけで辞書みたいなの作ってくれてるやつですね。でイラストとかがすごい豊富に書かれてるので、まあ瞬間的に理解しやすい本になってると思います。英訳されて下に書いてあるので、どっちも得ることができていいのかなと思いますね。が価値とか、まあ、中央銀行とか、ここにでいろいろ説明されてる本ですね。まあ辞典みたいなもんかな、ほぼ取ってはいないんですけど、謎の資格の本が2個あるんですよ。はい、これ簿記の資格ですね。日商簿記検定の2級のテキストブック、これ一応受けるか分かんないけど、お父さんに買ってもらったものの、会計がとんでもなく嫌いなのでね、思うんですけど、まあ、そのテキストブックです。はい、紹介だけ。あとこれ、秘書検定ですね。秘書検定、なんか友達が取ってて、私も自分で受けてみようかなと思ったんですけど、結局、
いると思って。言っちゃ悪いけど結構古いステレオタイプっぽい日本のなんだろうマナーとかの話なので、いや悪くないんですよ、悪くないんですけど、包み方とかね、こういうなんか大事だと思うんだけど、パッションがなくて、それに対して、まあ、あの読む分にはいいと思うんですけど、資格を取ろうっていう気にはならなかったので、株買ったりしますけど、そういう前に読んだやつかな、株の入門の雑誌です。まあ、買い方なりあのどういったのがいいのかなみたいなのを書いてくれてる本になります。グロービスが出してるあの MBA のお父さんなんですけど、だからすごい前のだと思うんだよこれ。何版なのかな、1998年に初版なので、しかも1999年に買ってんの、うちのお父さん。これすごい前じゃん。のシリーズ、これ全部なんかビジネスプラン、マーケティング、経営戦略、マネジメントブック、リーダーシップとかそういうので分かれて あるんですけど、経営のありとあらゆることが書かれた本のシリーズになっておりましてですね、私これまだ仮パクしてきた段階でまだ読み切ってはいないんですけども、用途に合わせて読もうかなと思っております。経営戦略全史、これは経営戦略の歴史を書いた本ですね。ビジネスプラン全史みたいなのもあったかな、確か。歴史的に解説してるものですね。小さな企業のファイナンス、まあ、フリーランスとかでも使えると思うんですけど、まあ、私が起業するにあたってのそのファイナンスなんで、金銭面とかのことを詳しく書いてくれたお金の方になっております。起業する時の資金調達はどうするかとか、自己資金はどのくらい必要なのかとか、そういうのを書いてくれておりますね。わかるかな、上の部分にもちょっと経済の本がありまして、ちょっと歴史とやっぱ分けて考えたいので、ここら辺もちょっとじゃあ紹介したいと思います。ちょっと角度的にね、もうこれ以上ねカメラ上がらないの。はい、ということでこちら、重いバリュープロポジションデザインということで、これはねこのシリーズと、まあ、アメリカだったかな、訳されたやつなんだけど、値段とかそういう設定とかビジネスモデルとか、最初にフレームワークすると思うんですけど、フレームワークの、方法とかも書いてあったりする本で、企業のねデザインをしていくための本になってます。図がすごい綺麗にグラフィック書かれてて、読みやすくてすごい面白い本ですね。それと同じシリーズのビジネスモデルジェネレーションっていうものです。こちらの方が売れてるんですよ、正直。これ結構持ってる人多くて、ビジネスモデルのフレームワークとかをいっぱい書いてるやつですね。他の会社のビジネスモデルとかアイディアの出し方とか、これもフレームワーク、ビジネスモデルのいっぱい書かれてて面白い本になっております。トマ・ピケティの資本論、これすごい有名なやつなんですけど、そう、パリ、フランスの経済学者の人で、現代における新資本論としてね書かれた本になってます。でバフェットの教訓ということで、ウォーレン・バフェットさんっていう株のね天才がいるんですけど、地元にずっと住んでお金をかけるわけでもなくめちゃくちゃ寄付してる人なんですけど、その人の哲学というか知恵ですね、投資をするにあたっての知恵というか教訓とか、どうやってその経営してる財政とかを見ていくかっていうのを120個ぐらいボボボンと詰め込んだやつ、経営者としての視点でも見ることができて面白い本でした。パパパーン、これも有名なやつですね。ビジョナリーカンパニー、飛躍の法則と衰退の5段階っていうので、1だけ持ってないんですけど、これ大学で読んだんだよね。アメリカの本なんですけど、すんごいとんでもない量の研究をして出された本です。このジム・コリンズさんっていうのがね、今まであったその会社の中で成功してる会社っていうのはどういう歴史を辿ってきてるのかっていう法則を見つけ出して掘り下げた本になってます、この2がね。で3番はどういう会社が衰退していくのか、落ちていくのかっていうのを、こうやってやってるから落ちてしまったっていうのを分析してる本になります。でひたすら長いですね、これ見てわかる通り。こうもないですけどね、ここまでのレベルに来るのは。これもつながっては考えてるんですけど、経済は世界史から学べ、経済は地理から学べ、経済と世界史をミックスして考えた本と、経済と地理をミックスして考えた本なので、まあ結構いろいろとつながってるかと思うんですけども、まあだから歴史的に経済がどうなってきたかっていうのを見るのと、地理的に経済はどうなってきたのかっていうのを見る本になってます。これも結構ジャンル読みやすく書かれてて、そうですね、中学生高校生ぐらいでも読めると思います。これかな、ビジネスの単行本っていうか文庫版のやつでいくと、模範の経営学、これはちょっとすごい前に私が読んだ本ですね。早稲田の教授だったかな、
大体の、成功している会社は大体真似をしてますよと、偉大なものを真似してここまでなってますよっていうその例を書いた本になってます。割と面白かったかな。これ日本の優秀企業研究、企業の原点3つの条件、お金ではない世のための人のための規律が持続的企業を作る。これもまた成功している会社がどういう風にやってきたかっていうのを書いてる日本のやつですね。異業種に学ぶビジネスモデル、どうすれば成功企業の仕組みを真似できるのかっていうビジネスモデルを書いたやつですね。例えば異業種だから他の業種から、仕組みを持ってきてどうやって使ってるかとか書かれてますね。例えばコスメの業界に他の IT 系のビジネスモデル使ったりとか、そういう例を書いてるかな。なんかミックスしたビジネスモデルのことを書いてる話ですね。はい。で、あともう一つすごい好きなのがあるんですよね。こちら経済なんですけど、漫画でわかる行動経済学。行動経済学って最近できたものなんですけど、行動経済学、もともと経済っていうのは人はね合理的な判断をするものっていう考えに基づいて計算をするんですよ。この行動経済学っていうのは人間はね誰しもそんな合理的な判断を毎回してるわけじゃないっていうのに着目して、不条理に選択する時があるっていうものをねベースにして考えた心理学と経済学をミックスしたものかなっていう学問、最近できた学問なんですけど、なんだろうな、この中にも書いてあるんですけど、例えばその手術を受けて 90% の人が5年後に生きてます、生存していますって言われたのと、100人に10人が死亡しますって言われた時どっちを取るかって言ったら、もう 90% が生存する方って言うんですよね。でも現実的には同じ話なんですよ。2つとも別に変わらないから言い方が違うだけ。でも人間はそっちを取るっていう、なんかその言い方によってもやっぱ行動が変わってくるっていうのも、伝え方とかによっても変わってくるし、数字も見せ方によって与える印象が違うっていうのを教えてくれる学問です。はい、すごい私は心理学も好きですし、経済学も好きなので、このミックスした分野すごい好きなんですけど、それが簡単にわかる漫画でわかるバージョンのものです。もともとねファースト&スローだったかなっていう英語の本があるんですけど、それをベースにしてるのかな多分。あとこれを読んで大概的に理解したら、次のちゃんとしたその教授が書いた本を読んでみるといいんじゃないかな。ノーベル経済学賞を受賞してる人が書いた本とかあるので、ぜひ気になった方はねこの分野にも行ってみてください。遅かったけどこちら、これも出してなかった、フィリップ・コトラーマーケティングとともにっていう、これ自伝ですね。フィリップ・コトラーさんっていうマーケティングのマジちょっと本当に神的な存在の人がいるんですけど、原点に迫る最高の教科書ということで、マーケティングをやってる方はねフィリップ・コトラーさんすごい有名だと思うんですけど、まあ、ぜひともマーケティングやってる方はもうこの人の本は読んだ方がいいっていう感じの本です。こうビジネスです。はい、さっきの続きで言うとこちらですね。行動経済学ベースなんですけど、これはカワセルの心理学、消費者の心を動かすデザインの技法61っていう、これは行動経済学に基づいたりとか心理学に基づいたウェブページのデザインとかの本です。例えばこうこうこうしたら人は買ってくれるとか、こうこういう法則をウェブページに入れると人が買ってくれやすくなるとか、そういうのを書いてくれた本です。なんでここにちゃんと心理学の名前が書いてあって、例も書いてあって、それを活用するとこんな感じだよっていうのが書いてある本です。だからもうウェブデザインとかやってる方すごいいい本なんじゃないかな。これも行動経済学と心理学ミックスされた本かな。すごい私好きです。似たようなのも結構出てるので、気になった方はチェックしてみてください。タラタッタン、次じゃらん、こちらこの2つですね。教養としての世界史、教養としてのローマ史、これあとフランス史も出てるんですけど、まあ、とりあえず読んだ方から紹介しようかな。世界史、これはですね最近出たやつなんですけど、この世界を学ぶにはやっぱりね歴史を学んどいた方がいいので、東京大学名誉教授って書いてありますね、が書いた本でございます。これもなんて言うんだろうな、もう本当に世界の今までの流れみたいなのを書いてあるし、なんか歴史を淡々と語るんじゃなくて裏側にあるストーリー、なぜこの国はこうやったのかとか、本当理由を説明してる本かなっていうので、何年に何々起きたとか言うんじゃなくて、ちゃんと物語が分かる、なぜなのかっていう理由がちゃんと書いてある本になってて、すごい面白いですね。この人もともと
でローマ詩の方が詳しいのかな、なのでローマ詩の方がすごい凝って書かれてると思うんですけど、ローマ詩って難しいっていうよりも、なんて言うんだろうな、あまり私馴染みなかったので買ってみたんですけど、ただねローマ詩ってね覚えられないのよね、名前がアグディキストスみたいな、アウグストストゥスみたいなね、名前がすごい私にとっては複雑で覚えにくいんですけど、まあこれ物語風というよりもなんか分かりやすく、かつちゃんと裏も書かれてて面白い本なので、ちゃんとなんだろう、読んでみたい方、活字でちゃんと読むのにはおすすめの歴史の本かな。2つフランス史も読んでみたいんですけどね。でもう一つこちら、これもね世界史で学べ地政学っていうことで、これは世界史と地政学が混ざった本です。なので歴史と地政学、地政学っていうのはジオポリティクスですけど、地理と政治学が混ざった学問なんで、これ3つ混ざってますね。でこれもすごい面白いです。世界歴史から見るこのロケーションとか、地理的な条件によって起きる政治の問題とか、なんでこういう動きを国がしたのかっていうのを歴史から学べるっていうものですね。これもすごい面白いので、ジオポリティクスに興味ある人は歴史と学んでみると面白いかなって思います。こちらです。じゃらーん、坂上り現代史。これはね、なんて言うんだろうな、一応朝日出版が出してるんだよね、確か朝日新聞出版なので、若干偏りは見られるかなって思ったんですけど、そういうのを踏まえて読むといいかもしれないですね。偏り見られるのかなと思って、現代の問題、最近の歴史についてフォーカスしたものですね。1945年、戦後の歴史かなにフォーカスした本です。国際情勢と政治とか経済社会問題を現在から過去で見てみるっていうものですね。なぜ戦後日本はずっと自民党政権が続くのかとか、結構グラフィックと、写真ちゃんと2つカラーでやってるので分かりやすく書かれてるかなっていう印象です。最近の問題について結構詳しく書かれたババッと読める本になります。ふうふう、あとこれか、こちら、これもすごい重いものなんですけど、世界史大図鑑っていうことで、今までの人類のスタートからですよ、もう紙芝居風に読みますけども、アウストラロピテクスの時代ぐらいからね全部書かれております。アウストラロピテクスの前も書かれてるかな、ちょっともうちゃんと書かれてるんですけど、もう図鑑なので、もう分かります、この情報量とんでもないでしょ。はぁ、あ、私もねまだね全部読んでるわけじゃないのね、ここぐらいまでしか読んでないのね、だけどすごい時代によって詳しく書かれてる図鑑なので、まあなんかベーシックというよりももう本当に詳しくっていう感じですね。あの時代と世界の地域ごとに書かれてます。もうこれ読んだらもう歴史やべっしょっていう本ですね。歴史好きには持っていてほしいかな。でこのシリーズすごいいっぱい種類があって、経営学もそうなんですけど、文学とか心理学とか犯罪学とか、すごいいっぱい図鑑が出てるので、気になった方は自分のジャンル見つけて買ってみてください。多分1個で4200円もします。はい、ちょっと高いですけど。でこれの歴史の本、これもすごいおすすめだったかな。よいしょ。あとこちら、紀元図鑑、これも前紹介したんですけど、これはね歴史っていうか、まあ理科サイエンスの歴史と、まあ、図鑑がまあいろいろとミックスになったものですね。なのでうち理科嫌いなんですけど、はい、理系じゃないのでね、嫌いなんですけど、これはすごい読みやすいです。例えばなんて言うんだろう、すごい面白いんですよね、着眼点が。例えば宇宙の話とかも、なんだろうな、数学の歴史とかいろいろと書いてあるんですけど、へそにたまるゴミはどこから来るのかっていう、なんていう疑問っていう感じなんですけど、こんななんかすごい子供が聞いてくるような疑問に対してもめちゃくちゃ詳しく書いてあるんですよ、この本。君は鼻くそを食べるの？みたいな書いてあって、これはなんかこうこうこういうこととかこう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 、でも実は大丈夫ですみたいな書いてあったりとかね、すごいなんか面白い言い方で書いてありますね。なぜ私たちは友人を作るのかとか、本当にそういう疑問をちゃんと科学的に説明してる本です。ですごいグラフィック、インフォグラフィックもめちゃくちゃかっこいいので、子供に買ってあげたい本かなって思います。でも書いてあること結構難しいので、やっぱ読む人はまあ大人も読めると思うんですけど、最初の言葉、人類が最初に使った言葉は何かとか、すごいいいおすすめの私は本だと思います。これもまたね、どこまで読んだっけな、4分の3ぐらいまで読んでますね。はい、えい、はい、まだあるんです。こちら、これも有名なやつですね。一度読んだらば絶対に忘れない世界史の教科書。これはね、何が特殊かというと、年号が出ないんです。全く。はい。全くで、後ろに書いてあるんですけど、この読み始めて、物語みたいにスラスラ読めるので、年号を覚えなくていいというか、まあ、大体の流れを知ることができるんですね。
体年号がないから、何年か分かんないですけど、まあ大体想像つくだろうみたいな感じですね。地域ごとに分かれて歴史が書かれているので、まあすごい読みやすいかな。だからもう本当に最初から最後までこう、地域別に読めるベーシックの本です。分かりやすく本当に書かれてる。まあ小学校、中学校、全学年読めるんじゃないかな。みんな読めると思います。それの日本人バージョンもありますのでね、はい、今回購入しました。はい、日本史もちゃんと入れなくちゃいけないのでこの2つはすごいおすすめです。これもすごいベーシックかな。あとなんだろう、歴史の本、これローマ一日にしてならず、これはめちゃくちゃ有名なローマ人物語。カバーはね、これパパのなんでね、捨てちゃったんですけど、お父さんのなんで、すごいもうみんなこれ読んだっしょみたいなぐらいなんですが、もうね、何冊出てるんだっけ、これすごいいっぱい出てます。はい、でうちの父さん曰く1年間スナスナ読めるかなってこと言ってたんですけど、すごい文字がちっちゃくて読みにくい、あのね、すごい結構時間かかるの、私だとローマ史ベーシック書いてないから。でもこの本はベーシック、さっきの言ったローマ史のやつ読んでからこれ読んだ方がいいかな。なのですごい流れがつかめると思います。詳しく書かれてます。はい、なのでイリウス・カエサルまでね、ローマの歴史全部書いてありますので、もう詳しく知りたい方はこの本を読んでいただければっていう感じです。ベーシックだけになったら最初に紹介したローマ史の方がいいかな。あった、いっぱいあるんだもん。おいしょ、こちら若い読者のためのアメリカ史。これはアメリカだけの歴史にフォーカスした本です。これイェール大学シリーズなんですけど、リトルヒストリー、経済学とか、あとなんだっけな、なんかいろいろと種類が出てるんですよ。私経済学も読みたかったんですけど、それもアメリカ史を買ってみたんですよ。これはなんだろう、アメリカってまあ歴史的に見るとすごい短いんですよね、植民地だったから。なんですけど、その最初から最後までをもうガシーン書いてる本ですね。さっきのローマ史バージョンのアメリカバージョンだと思ってもいいぐらい書いてあります。はい、航海者コロンブスの視点から始まる手に汗握る激動の500年っていう、どのようにしてアメリカ合衆国が作られてきたのかっていう物語を書いた歴史の本です。これもね、アメリカのことを知りたい方にはおすすめのシリーズです。でこれのシリーズの経済学もすごいおすすめ。あとなんだっけな、考古学の歴史とかもあったかな。なのでまあ自分の好きなジャンル見つけて買ってみるのもいいかな。イェール大学ってすごい有名なところなので、はぁ疲れてきた、気になった方は買ってみてください。次こちら、世界の五大宗教全史。こちらは宗教の歴史の本です。はい、で宗教ってね、自分神様信じてない人ってめっちゃいると思うんですけど、それはね違います。一応根にあるものとして宗教がね、いろんな国にあると思うんですけども、アメリカなんてキリスト教でかいですし、中東とかもうイスラム教とかも、今を取り巻く状況はやっぱりベースに宗教問題とかあったりするので、まあ、一番早いのは宗教を理解してから、やっぱ国際情勢とかも知ることができると思うので、宗教を知ることはやっぱり強いということで、それが分かる、宗教の歴史が分かる本となっております。こちら宗教五大、世界五大宗教全史ということで、5個の宗教の歴史、誰が作ってどんな宗教なのか、どういう派閥があるのかとかを図も入れてね、ちゃんと詳しく書かれてる本です。素晴らしいですよ。これは読んだらね、ちゃんとね理解できると思います。どういう信仰をされてるのかっていうのができる本になってます。はい、まあ歴史の中でも国際情勢とか気になる方はぜひ読んでおきたい本かなって思います。終わり？終わりなの？ふぅ。で次は先ほど紹介した地政学、地理と政治の本を紹介していきたいと思います。地政学の授業、ラジオでやってた内容を多分この本に入れてくれてるんですよ。で、その地政学のポイントについて詳しく書かれております。なのでちょっとお話し言葉みたいな風に書かれてるので、すごい読みやすいと思います。図もちゃんと入ってるし、1冊目あたりの本ですかね、なります。2019年版なんだけど、大前健一さんっていうマッキンゼーカンパニーの人ですね、日本の代表取締役になった人が書いた本なんですよ。お前、政治とか経済とか産業の動向を2019、これ2019年バージョンなんですけど、をこの人がの意見で書いた本になってます。ゴーンさんの問題とかをどうやって解決していくかとかを、法律とかの面でもね、視点でもね、すごい掘り下げて解決法とか出してくれてる、面白かったですね。でこの人毎年出してるので、今年も買いたいなとは思います。はい、地理と政治、うん、じゃあかっちゃん、こちら東大のクールな地理、はい、こちら東大の問題を通して見えてくる経済と世界の動きを学ぶっていうものですね。東大の問題がね毎回出てるんですよ。でそれを解説しているような本になります。すごいね、簡単に読みやすいんですけど、ちゃんと
情報も載ってて、表とかもちゃんと載ってて、分かりやすい本になってます。なんでなんか自分で解きながら、ここはこういう背景だろうなっていうのを解きながら答えが見れるっていう面白い本になってますね。でかつ情報も仕入れることができるので、なんか面白い地理の本です。現代的なあれかな、ビジネスでも使えるような問題になってます。はい、まあ、でもね、こう東大の問題だからってやっぱかしこまるんじゃなくて、なんかこうすっきりする、当たった時すごい嬉しくなりますよっていう本かな。地理だと、うん、面白い本です。さあ、教養として知っておきたい地政学、こちらはねベーシック、弟に誕生日プレゼントであげた本なんですけど、ちょっとね読んだらしいので、また私の方に貸してもらいました。地政学にしては読みやすい部類なので、小学生も中学生もからも読めるかなって思います。今を取り巻く状況、なんでこう国はこういうことをするのかっていうのがパパパッと絵も描かれてあってね、わかりやすく書かれた本です。地政学初めて、なんだろう、わかんない人向け、なので最初に読むのはおすすめする本です。ジャッカーじゃん。こちら世界史で学べ地政学図解バージョン、これ先ほど紹介したやつのちゃんと絵が描いてあるバージョンですね。こちらの方がなんか結構読みやすいっていうか分かりやすいかな。これも今を取り巻く状況がパカ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 、なんでこんなことがあるんだっていうのを地理的に説明したものです。なんでこの国はこういう風な対応をするのだろうかっていうのをね、なんでこことここは戦争してるのとかが書かれた本です。図解バージョンなので分かりやすい、こちらの方がちょっと読みやすい本かな。うん、ジャカちゃん、これです。これはもっとね上級者向けの本です。新しい地政学、日本を代表する地政を結集させた地理と歴史の本なんですけど、こちらはビギナーじゃなくてちょっと知識を入れた方向けの本かな。もうちょっと詳しくね、ズラズラと活字にババババって書いてありますね。地政学に興味ある方はぜひやってもらいたい。結構何人かが書いてるので偏りがあるんですけど、いろいろな問題、現在の問題とかを説明された本になってます。ただちょっと知識入れといた方がいいので、これはまあ上級者向けとか、まあベーシックが入ってた方がいいかなっていうような感じ。地理カード、はい、あと地理、これもすごい面白かったですね。地理の話大全、これは豆知識みたいなもので、世界の地理、アジア、南、北アメリカ、ヨーロッパ、アフリカとかに分けて、なんでこういう名前がついてるのとかを説明してくれる豆知識の本みたいな感じですね。うんちくみたいな、ちょっとベベベって上げてみますね。バングラディッシュの国旗がの丸が左に寄ってるのはなぜかとか、本当にそういううんちくが書かれた本です。なぜなのかって、フィリピンという国名の由来はとか書かれてます。こういう豆知識も大量に入った本で、お風呂の中で読んでたかな、うちは。裏の裏までよくわかる読む世界のツアーって書いてますね。地理の話があって、その後にこれを読んでくとなんかへーみたいななるので、まあ必然ではないですけど、読んでて楽しい本になります。あっつ、あ、政治だ、紹介じゃん。政治で言うと、はい、ということで地政学とかの話なので、まず政治の本ですね。こちらこれすごい分かりやすい、初めて学ぶみんなの政治。今結構政治がトピックになってると思うんですけど、政治的な立ち位置とか人権とはとか、まあ、イギリスの民主主義とか、まあすごいもう子供が読めるよっていう、もうぐらいのベーシックの知識がこれでつく、もうベーシックオブベーシックの本です。はい、小学生も読めるし中学生も読めるかな。なんかあんまりで大人も分からないで育っちゃったよとか、あんまり知らないよっていう方、これから政治についてちゃんと学びたいなっていう方はベーシックオブベーシックの本なので、こちらをお勧めします。すごいインフォグラフィックとかもちゃんと図も書いてあって分かりやすい本です。はい、身近な揉め事から国際問題まで政治の仕組みを豊富なイラストで書いてありますね。分かりやすいので、お子さんがいる方とか、まあ、自分も学び直したいよっていう方、若い方にもおすすめする本になってます。ベーシックです。はい、こちら、あとこちら、これはもうちょっと上のやつですね。政治経済、はい、ということでもう一度読む政治経済と、ちゃんと頑張りたい方用の政治と経済の本なので、めちゃくちゃちゃんと書かれてます。はい、企業活動、社会的責任とか、国際平和と日本の役割、戦後の日本の外交、主権と領土問題とかもめちゃくちゃ詳しく書いてある、もう参考書みたいなものですね。これはもうちょっとなんて言うんだろう、ザ勉強するものっていう感じなので、あんまりこうベーシック入ってない状態で読むのはおすすめしないかな。ある程度分かってから入れた方がいいかなっていう本になってます。はい、でも多分これ勉強に使ってる方が多いんじゃないかな、このシリーズ。かゆい、次何行くんだ